皆さん、おはようございます、こんにちは、マーティン、ダアンのミヤクーボーイ、キングトです。J リーグクイズ。第1問目、1993年、J リーグ発足時のク,、えー、クラブの数はいくらでしょう正解は10です。オリジナル10で J リーグ発出。サポーターが新語流行の大賞を選ばれたそうです。第2問、J リーグで初めてハットトリックした選手は誰正解はサヒントはサッカーの神様。正解はジーコでした。3問目、 キングカズが MVP を獲得しました。そのタキシードの色、J リーグアウォーズで来たタキシードの色は何色でしょう色です。はい。これは3択なしです。正解は、レッド、赤でした。はい。第4問目。1992年からスタートした J リーグのカップ戦。現在の正式名称は J リーグ YBC、カタカナ4文字でな、なんとかカップである。何カップでしょう ナビスコではないです。ちなみに、はい。正解は、ルヴァンでした。はい。えー、第4問目。なんとかサイド、キックなに、ハンスなに、なにすん、なに、うん。その言葉の共通する言葉はなんでしょう。共通する言葉です。正解は、オフでした。オフ。 では次の問題行きたいと思います。はい。川崎フロンターレ圧倒的に J リーグ優勝し2004年の得点を10を背負いながらその後もチームを率いた川崎の太陽と呼ばれるブラジル人は誰でしょうブラジル人。誰かな難しいかな正解はジュニーニョでした。第、次です。2007年から2009年 J13 連覇はどこのチームでしょう ?2007 から2009年。 大津の魔法使いでおなじみ監督ははい正解は鹿島アントラーズでした次2014年に長谷川健太監督でまあちびまるこちゃん健太君出てたねはい J1 リーグカップ天皇杯の3冠を達成したチームはどこでしょう達成したチームです正解はガンバ大阪でした次の問題 2016年から J3 に23歳 U23、23歳以下のクラブ3つはどこでしょう ?3 つ。3つ全部答えてください。正解は FC 東京、清楚大阪、ガンバ大阪でした。これは難しいかな。次の問題。世界的なスター選手を吹きるチームが初のタイトル、まあ、イニエスタとか色々、ビジャとかいますね。その天皇杯優勝を果たしたクラブどこでしょう 正解は、ウィッセル神戸でした。ウィッセル神戸。次の問題。モンテディオ山形名物。何でもかんでも対戦相手にちなんだ具を入れちゃうグルメは何でしょう炎の何炎の。ヒント、辛いものです。パンです。もう大ヒントになっちゃった。正解は、炎のカリーパンでした。はい。ラスト問題。北海道コンサートで札幌のチャナティップの国籍はどこでしょうチャナティップです。はい。 正解は、タイでした。ということで、一旦以上にいたします。バイバーイ。